こんにちは、パスタマニアです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は高級食材の乾燥ポルチーニを使ってオイルベースのスパゲッティを作りました。自家製パンチェッタとエリンギほうれん草入りです。たっぷりお楽しみください。ではどうぞ。はい、今日はポルチーニキノコの、パスタ作ります。材料はこちらです。これがね、ポルチーニキノコ乾燥のやつを、お湯で戻して、ちょっとこれもう昨日作っちゃったんでほぼ1日経ってます。ただこれが自家製のパンチェッタですね。で、あとエリンギとほうれん草ちょびっと。で、あの自家製パンチェッタの作り方の動画もアップしてるので、まあ、興味ある人は見てみてください。まあ、これはあの結構このブロックだと5、600円しちゃうと思うんですよ、買うと。でも自分の家で作るとものすごい安く作れますので、とっても便利に使わせてもらってます。このパンチェッタはね、ちょっと細切りで切るとおしゃれ感があるんですよね。高級レストランタなんかだとかなり細く切って、こんがりとやってますね。次にんにくですね。ここで一回こう叩くんですよ。これね、そうするとペリッと皮がめくれるというわけです、ね。まあ、中の芯をね、取った方がいいとかってそういう人もいますけど、僕はあんまり気にしないです。これを刻んで、でこのニンニクにですね、オリーブオイルを入れます。まあ、最近ね、スペイン産のオリーブオイルがよく出回ってて、これなかなか、コスパがいいんですよ。一応エクストラバージンですね。本当はピュアオイルっていう精製オイルでも大丈夫です。最初ね、強火でちょっとで、ふつふつしてきたら弱火にして焦げないように作るんですよね。まあ、大体こんな感じになってくると弱火にしてあげてください。焦げないようにしなきゃいけないんで、焦げちゃうと絶対台無しになっちゃうんだよね。で、ポルチーニキノコは乾燥したのを戻すと結構ふにゃふにゃになってます。もともとポルチーニは結構柔らかいキノコなんで、そんなにシコシコしてないんですよ。だから、まあ、ちょっと物足んないなと思う人もいるので、それに備えて、エリンギね、エリンギをカットで、そのキノコの食感を出すっていう、そういう戦略ですね。で、豚の脂がすごく美味しいので、豚肉から出る脂が美味しいです。ちょっと強火にして、で、ここにキノコも入れちゃう。火加減ちょっと弱めて、ちょっとこのキノコに火が通るようにしばらくソテーしちゃいます。ポルチーニキノコは出汁が一番美味しいんですよ。本当は身はもう本当カスになってるんで大したことないですよね。でも一応こうやってですね、身も食べます。で、気をつけなきゃいけないのは、ポルチーニは結構砂を含んでる場合が多いですね、乾燥のものも。なので、その砂が入るとジャリッとした感触になっちゃうんで、あんまりよろしくない。
なんで一番底のに溜まってる砂がありますから、それは入れないように気をつけましょう。まあ、結構パンチェッタにしっかり火が通るように中火でずっと炒めます。今通るように、はい、バター入れます。でこのぐらいのお湯ね、これ片手鍋なんですけど、ちょっと深めの片手鍋にお塩大体このぐらい入れます。 1.5% ぐらいですね。パスタは今日はちょっと豪華にパスタマンチーニを使います。これはレストランね、三つ星レストランとかイタリアの15軒ぐらいありますけど、そこがほぼ使ってる美味しいパスタですね。日本でも買えます。で、パスタの入れ方です。ねじる、置く、パッとはまっ、ちょっと失敗したからまあいいや。用心時間が9分から10分なんで、まあまあ9分ですね。このパスタはすごいシコシコしてるので、あんまりだれませんけども、一応固めに揚げてソースと混ぜ合わせるっていうのがまあ基本です。白ワイン入れちゃいます。で、こうやって少しアルコール分を飛ばすイメージですね。じゃあここにね、これがさっきのポルチーニの芯なんですけど、ここを入れるんですけど、最後ほらちょっとこれ残ってますよね。これはあんまりない方がいいな。ここここ残ってます。海のお塩です。ただ四色胡椒ね。ここかけます。粗挽き。で、まあしばらく煮詰めるわけです。パスタ茹でるときはね、あんまり強火じゃなくてこのぐらいの感じでふつふつとしてるぐらい。これですね。十分これで、あと放置しておけば OK です。つかないようにすればいいだけです。これだけちょっと多いんですけどね、だんだんこれ絞られました。はい、ちょっとほうれん草をカットしていきます。ほうれん草はもうすぐ火通るんで、まあ最後パスタにちょっと混ぜて一緒にあるぐらいかな。だいぶいい感じですね。もうちょいとろーんとした感じが欲しいですね。茹で上がりまであと1分なので、ここでほうれん草を入れちゃいます。はい、こんな感じですね。でもソースはもう出来上がっちゃってるんで、あと混ぜるだけかな。はい、パスタ、茹で時間になりました。よいしょ。で、これ一回こう全部入れちゃうんですね。で、さっきの鍋に入れます。で、混ぜに入ります。ここで、ソースをね、吸わせる感じなんですよ。ね。だいたい1分ぐらい混ぜてれば OK。 でも火があんまり強くしちゃいけないんで2割ぐらいで、まあこのぐらいからはもう火止めてもいいぐらいですね。こうぐるぐる混ぜる。ここに煽る。よし、煽るときは腰痛めがちなんで腰入れてこう混ぜて、うん、いい感じだね。まあこんなもんかな。はい、ここでね、国産レモン
ちょっとこうかけちゃうんです。これ食欲アップですね。ピンセットみたいなのがあるとそれが一番やりやすいんですけど、こうやってこう巻いていくわけですよね。でこれをこのまま持ってきてこう落とす、まあ、これは最近の流行りのテクニックです。よくイタリア人のシェフなんかが YouTube やってますけど、まあ、それ大体これですね。ちょっともうちょっと待つかな、はい、この状態で持ってきてこう落とすと、まあ、そうするとこうこんもりとこうこんもりとこうなるわけですね。イタリアンパセリ、さっき刻みました、まあ、これはイタリアンじゃないよ、普通のパセリ刻みました。をかけます。さっき絞ったレモンの皮をね、皮をかけます。国産レモンなので皮も使えるんですね。これ輸入品はだいたいロウがワックスがかかっちゃってるんで使えないんだけど、国産のレモンはこれが使えるんですよ。こうやって皮をねかけてあげると、はい、これで完成です。はい、じゃあ今作ったポルチーニの、ポルチーニとエリンギと、なんだっけ、ほうれん草のパスタいただきます。これこうやって酸味を効かせるパスタにしたんですけど、最後は本当はね生クリームでまとめるんですよ。それがよくあるパターンで、そう、それいつもつまんないんで、たまにはこれもね、こういうオイル仕立ての、こういうオイル仕立てのねポルチーニパスタもうまいんですよ。いただきます。うん、いいね。もうポルチーニの香りは独特なんですね。イタリアの松茸っていうか、もう高級食材として売られてますけど、シーズンになるとねこのぐらい大きくなるんですよね。傘だけですよ。そういうのがボーンと店の前に飾られてたりします、誇らしげにね。でそいつを薄切りにして網焼きにしたりとかして食べるんですけど、まあ、こういうパスタに使うのもとってもありです。もうパセリもねいい仕事してるし、レモンの皮振りかけたの正解だね。これちょっと酸味があった方がやっぱ美味しいですこれ、うん、とっても美味しくできました。すごい、うん、おすすめです。まあちなみにパンチェッタの作り方とかも他の動画でやってますので、よかったら見てください。もしよかったら高評価とチャンネル評価、あとなんだっけ、チャンネル登録か、よろしくお願いします。ではまた、チャオチャオ、チャオ。